でも不思議な木ですから、ララ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 ラ还有个在吗？大家早上好，今天是3月12号，星期六，3月12日，土曜日です。まだオーディションの結果が来ない。まあ来てね、どっちにしても眠れない夜になるんだろう。去面试的结果还没有出来啊，不管是结果如何，都肯定是不眠之夜了。まあ、それはさておき。お、そうだ。今日も元気よく窓際族たち、オンエア。ウィーン。お散歩してると、ちらこちらで花が目に入りますね。梅がまだありますし、桃の花もあって、そして早咲きの桜もありました。そして新緑も目を潤してくれます。ねえ、春ですね。で、散歩的时候啊，可以看到很多花儿，是吧？有梅花、桃花。早开的樱花，还有嫩嫩的叶子，春意盎然啊！そこで一曲、曲をちょっと作ってみました。お耳汚しに、ははい、完了，即兴的做了一首曲子。不堪入耳的曲子。そうだ、その曲を作ったのはね、その明の時代の光景っていう人の漢詩をもとにですね、その漢詩とはですね、孤陰君を訪ねる。孤陰君、孤は二個の孤に、陰は陰橋さんの陰で、君は君。孤陰君を訪ねるっていう歌があるんです。我呢是想起明代那个诗人叫高启的，应该叫高启，写的那首诗叫《寻胡隐君》啊。まず中国語で読んでみますね。渡水复渡水，看花还看花。春风江上路，不觉
道君家。川を渡ってまた川を渡る。花をめてまた花をめてる。春風に怒られて旅を続けていったら、知らずうちに君の家にたどり着くという意味ですね。この歌を思い出して、なんかちょっと曲を渡水复渡水，看花还看花，春风江上路，不觉到君家。谢谢大家。ありがとうございます。こう弾きながら朗読するの難しいね。音を外しちゃいけないって思うと同時に、セリフを間違えちゃいけないって思う自分もいる。まあ、2個ってのは難しいね。うん。一边念一边拉着挺难的啊。你一边想着这音别拉错了。是吧，一边想着这词别说错了。不容易啊，真是不容易。嗯，それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに良い週末をお迎えください。那么今天就到这儿了，祝大家有一个美好的周末。それではごきげんよう、さようなら、再见。喂。